今日はこの札幌エビ味噌っていうのにします。ラーメンを、北の味わい札幌エビ味噌ラーメンを作っていこうかなと思います。できました。エビ味噌ラーメンですね。これをいってみたいと思います。札幌のエビ味噌ラーメンですね。いってみます。ゼロボールで。あっさりですね。じゃあこのエビ味噌ラーメンですね、いきます。うまい。麺が 20% 増量らしいんですよ。いきますよ。いや、麺うまいっすよ。この生麺は。あ、これは増量してもいいやつだ。全然うまい。ちょっと今日珍しい野菜を入れてみたんですよ。おかわかめ。ああ、なるほど。確かわかめっぽいですね。シャキシャキ感。これはなかなか札幌のいい麺ですよ。野菜ががっつりで、最後にいきます。うまい、これ。今日はちょっと天気がいいけど涼しいですね。今日は晴れてますね。でもちょっと寒いんですよね。寒いっていうか涼しかったですかね。どうなんですか、でもまた来週ぐらい暖かくなるみたいなと言っても、でもちょうどいいっちゃちょうどいいですかね。これぐらいね。でも食べ物が美味しい季節になりますよね。最近トマト高いですよね、そういえばね。トマト高い。でもモネちゃんもトマト祭りって。せかくらですね。2時間スペシャル。25日水曜日だそうです。ラ・トマトリーヌ、トマティリーナって言うんですか？スペインのトマト祭り。これ有名ですよね。トマト投げようやつね。昔からよくニュースになりますけど。これ、なんか海外のこれ記載っていうんですか、祭りで、トマト祭りだと、牛追い祭り、牛に追っかけられるやつか。ね、有名なの何個かありますよね。トマト祭りをセカクラでやる。それに、モネちゃんがまさかの参戦。まあだからタイね、一回行きましたよね。今年かな、あれ、昨年か。タイに続き二度目の海外ロケだ。タイも面白かったですけどね。今回はモネちゃんがメインでやるってですね。女優の顔に何でもトマトが直撃する衝撃の展開にってやつ。なんかこういうの好きそうですけどね、モネちゃんね。陽気なスペインで陰キャになりがちな自分を解放したい。という、陰キャになりがち、なりがちでしょうね。で、上白石萌音のリクエストに応える形でトマト祭りに参加することになったんだ。しかし会場に向かう途中からすでに陽気なスペイン人に絡まれた上白石は早くも引き気味。その後トマトを町に運び込むトラックの荷台に乗り込んだ上白石さんがトマト投げの参加者の格好の標的になってしまう。あ、もうすでにもう行った時点で始まってるんですか、トマト投げ祭りは。女優上白石萌音の顔を次々とトマトも、でも絶対痛いですよね。熟してるやつなのかな、あれは。すぐ潰れるやつなんですかね。でもそれでも痛いですよね、絶対に。そんな状況についに上白石の感情が解放された。トマト祭り参加後、上白石萌音は、トマト祭りは普通に喧嘩でした。顔面を何発も殴られた感覚で、ストレス以下、いっぱい溜まったけど、同時にいっぱい発想もできない。どういう意味だ？ストレスもバンバンぶつけられてストレス溜まるってこと。でも、投げると発散できるってことかな？もう怖いものなしですか？だった。上白石萌音の新たなる一面が見られる。上白石萌音、スペイン旅にご期待いただきたい。これでも面白そうだなと思いますけど。なんかね、なんかちょっとわかる気がしますよ。なんかそういうの好きそうな感じで思うじゃん。そういうとこなんか動じなさそうな感じがしますよね。やろうと決めると思いっきりやるみたいな、なんか、イメージとして、イッテ Q の、宮川大輔みたいな。なんかそういう感じのイメージがありますよ。結構本気でやるみたいなね。この日は上白石萌音のスペイン旅のほか、世界で採点カラオケを歌ってもらったら、日本の総菜パン世界どれ、人気、一番人気、あ、こういうのはよくやりますよ。これは面白そうです、ね。TVer でもやるのかな。この写真がすごいっすよね。モネちゃんのね、この真っ赤になってるやつ。まあでもイメージ的にこんな感じですよね。これぐらい、まあ、わざわざこれ白い T シャツ着てったのかな。それが赤くなっちゃってるんですかね。まあ他の参加者見てるとみんな最初から赤い
俺ってもいいように赤い T シャツ、赤い格好してるけど、まもちゃん白い T シャツで行ってるんですね。なかなかシュールな写真ですね。面白そうですけど。